西王国への支援部隊に関して起きた問題。アインズ様。エントマカ、どうした？アルベド様が至急ナザリック地下大墳墓へお戻りいただきたいと。え、さてアルベドよ、ここに全員を集めた理由を聞かせてもらおう。西王国に運搬途中の私どもの食料が王国内にて奪われました。ほう、何者に？その者が手勢を率いて荷馬車を襲い、食料を強奪いたしました。つまり王国は魔導国と正面切って戦うことを選んだのか。ああ、八本指が裏切ったという線もあるか。どうしたアルベドよ。俺何かしたか？社長がやらかしたお粗末なミスを指摘しなければならない社員の態度じゃないのか。アルベドよ、遠慮することはない。私に言ってみせよ。はい、そのバカ貴族を管理していた責任者です。女、名を名乗ることを許可する。ヒルマ・シグネウスと申します。決して皆様のご意向に反することをしようなどと。私は何も知りません。本当です。ドミネイト。多重人格などと言われたことはあるか。ございません。貴族が我々の荷を奪ったことにお前は関係があるか。ございません。ならば我々に敵対する気持ちはあるか。まったく、これっぽっちもございません。シグネウスは無罪だな。部下の失態は上の者の責任ではございませんか。うん。そしてアルベドの主人は私だ。ならばこの問題の最終的な責任は私ということか。滅相もございません。アインツ様に責任があるなどということは決して。大丈夫、私はあれをされてないわ。ああ、無知の痛みを知る者にとって飴玉がこんなにも甘いなんて思ってもみなかった。本当か。陛下はとても理知的なお方だったわ。魔導王陛下。ヒルマ、それは飴と無知だ。いいえ、信じたくなってしまったの。確かに王と呼ばれるのにふさわしいお方だわ。なるほど、我々はより一層の忠義を示すべきだな。